雅仏何万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 雅仏皆様おはようございます,です、えー、この間ですね、えー、しばらくぶりであの祖父のお墓参りに行ってまいりました、えー、そうですね 私が12歳の時に亡くなりましたので祖父が亡くなって60年経つわけですね60年間あの時間は経っておりますけれども私の中では生生生きと生ききととているといいるう感じでございますまたあの祖父が生前暮らしていたうちもそっくりそのまま残っておりますので何かとても懐かしい思いいたしました。 一番の思い出はあの祖父の実家にですねあの蓮池がございまして私が3歳の時に蓮池で、えー、泥水を飲んでですね蓮の間にぷかっと浮かんでいたと。で一度死んだっていうことがございましてですねその池をこう探したんですが、まあ、60年も経ちましたので。 あの池の管理をしないと続かないもんですからそれはなかったんですけれどもやはりあの、えー、どうしてかですね人間の心にはふるさとを求めるっていうんですか私が生まれたところに一度は行ってみたい確かめてみたいというものがあ,のあるんだなぁと思いました。東日本大震災のの時ににももでですすねあの特に感じたんですけれども えー、鮭がですね川に放流されて4年ででるるに帰ってくるっていう習性があるわけですそれと同じようにですね人生にはですねまあそれぞれの年齢はありますけれども4年と言わず、えー、一度はですねあの生まれ故郷に帰るそれが日本人としては一つの習慣慣習となっているのがお盆かなんていうふうに思ったりをします。 なんか生まれたところに一度帰るとですね、自分をこうあの受け入れられるというか、うん、ここで生まれたんだなっていう存在、ここにある、ここにいるということを確かめられるということがあるような気がします。まあ,あの先祖様だとかっていろいろこう揶揄されるところもありますけれど、私は、えー、先祖があって私があると。 命ののの流れといいうものがあると思いますので極端にこう避難しているわけではないんですけれどもお墓参りに行ってですねあの自分の生まれたルーツっていうんですかそれからお育てくださったあのご親戚とか周りの方のことの感謝の気持ちを考えるっていうのはですねとても大切かなと思ってですねあのいい日にさせていただきました。 そういういことも含めてです、ね、先人から学ぶそれから先々に来た人たちから教えていただく導いていただくということがたくさんございますその中で「妙高人」から学ぶということも一つございますので本日は「妙高人加賀の千代女」というふうにタイトルしました。加賀っていううのののはです、ね、今の石川県のっていうんですかね 全うし全う。白石市というところにございます。そこで、あの、えー、生まれたですね。加賀の治療所について、今日はお話ししたいと思います。えー、初めて妙高人という言葉を聞いた方がいると思いますので、簡単に説明しておきます。妙高人というのはですね。あのー。 今ははななかなか普段生活しているる中で耳にすることはありません。どんな人を言うのかというとですね日々の生活において仏様の教えを聞き開き常に念仏を申し仏頓奉者の思いの生活を続けその心が揺り動かない不動で終始一貫していると。 そして、生かされていることをとても喜んで一生を送った人ということをですね。妙高人と言っています。まあ、あの仏説無量受教人のお経様にもですね。このことは書かれております。念仏に生きる人はこの上ない。美しい人で人の中の最小人であり、人の上場人であり、この上を妙高の人であると。 あります。まあ、こういうふうにあのお経様にもですね、妙行忍ということがですね謳われてるんですね。またあの信州のお家の方々は朝にあの昇神経儀式に昇神経を聞かれると思います。その時にですね、善忍妙ふんだりけ未だぶ本願ってこう出てきますよね。そこにですね、善忍妙ふんだりけ というふうに出てきたところがですね。あの、あります。この人を妙行人と名付くと。妙行人というのは、ふんだり家とも、も、の、との名前もあって。この人は念仏喜ぶ人だと。そして、ふんだり家とは、白蓮へのことを言うと。 そしてレンゲは浄土の花であるというふうにですねあの書かれております念仏を喜ぶ人をですね白レンゲのような人だとかあのそういうふうにですね例えても言うわけです、まあ、この白レンゲはですねこの度の,あの法恩公の時に私も油絵の100号を書きましたので えー、高蓮寺んに奉納しようと思っておりますその時には皆さんにぜひですねその百蓮芸を見ていただきたいなと思いますこの妙公人という思いも込め浄土の花という思いも込め百蓮芸を書かせていただきましたまあそういうことでございまして妙公人というのは念仏を喜んで一生を送った人ということと言えると思います それでは妙高人から学ぶ妙高人加賀の千代女でお話しさせてもらいますえ、ここに千代女と書きましたけれども、えー、1703年江戸時代に生まれた方でございまして73歳まで生きられた方ですだいぶ時間も経っておりますので諸説というところがたくさんあるんですね 地葉に天羽さんの二というですね千代二と読まれる方もいますしあの天入道の生活をしていましたので帝髪をしたということであの天羽さんとして見られ尺に祖縁祖はですね素直の祖ですけどそれから祖縁という方、えー、名を持ちましてですね生きられた方です。 うん、それから12歳から俳句を学びましてですねあの小さい時から親しんでいたったんですね江戸時代の12歳というとどうなんでしょうかねあのお寺は寺小屋になっておりましたのでお寺に通われてですねあの俳句をこう学ぶとかきっかけがあったんでしょうか。19歳で福田八と結婚しましまた すみません。二十七歳で、えー、夫八とが亡くなりました。未亡人になったんですね。その間にですね、えー、八一という子供が一人生まれてたんですが、夫が亡くなった次の年、我が息子八一も亡くなったということなんですね。えー、わずか八年。 ほどのです、ね、結婚生活でありましたけれども、えー、その夫との生活それから、えー、我が子の誕生喜んでおりましたけれども、えー、夫は亡くなる子が亡くなるということで世の無情を非常に感じておりましてですね絶望を味わったとそしてまあ,あの不運ですが えー、不運の道をですねひたすら歩みですね真摯、えー、に生きた人だということが、えー、千代女の概略ですそしてまたこの俳句にですね自分の気持ちを投影してですね一生送られてるんですね読めば読むほどですね悲しくもあり美しくもあり寂しくもあるわけですけれども深く優しい あるがままの世界をですね書き綴っておりますまあ、これは女性ならではの視点っていうものもあるでしょうし日本人の心というものも読んでおりますまあ,あの妙高人と言われるくらいですので、えー、シャバ世界に行きながらもですね念仏に行き信心逆得をしてですねおお仏様におすがりして 何もかにもあの沿っていただきながらですね歩まれたっていうことなんですね。代表なくはまあ最初2つ挙げておきます。代表なくはですねどうですか、えー、聞いたことがあるっていう方もいるかもしれません。それがちあの千葉女の句なんですよ。朝顔にらられてもらい水 いいですね。その当時はあの水を汲むのにねあの異動なもんですから鶴瓶でこうあの紐を綱をですね下に行って水を汲んでおったわけですけどもあの鶴瓶にですね朝顔がこう巻きついていたったのでとてもそれをこう切ってまでもですね水を取る気にならなくて別なところに行ってもらい水をした 命に対して優しいものに対してのあの心がですね、歌われてますね。それからトンボ釣り、今日はどこまで行ったやら。これはですね、あの幼子を八一が亡くなって、それを子供のことを思ってですね、あの千代女にとりましては、えー、実際は亡くなったんですけれども。 亡くななったとといいうことを承知してないんですよね今日も帰ってこない今日も帰ってこない八一はどこまでとんぼ釣りに行ってしまったんだろう待っているみは切ないよ早く帰ってきてっていうふうにですね亡くなった子供に、ね、呼びかけてるんですね母親のこう悲しみ待つつらさもう一度会いたいそういう思いがですねここにあの えー、綴られていますそして読めば読むほどですね「著名女」の句はですねとても優しくてあの心が温かくなるしまた表面的に見えるもの感じるものだけではなくて広く深い信仰の世界まで生きるとは何かというところまでですね広がって ているような詩がおございます、えー。このトンボ釣り今日はどこまで行ったやらというこの句をですね、えー、小林一紗はですね、千代女が五十代の頃に生まれていて、ほんの少し十年ほどこう重なっている時とこ時期があります。で、千代女は、えー、石川県 でですので小林一茶は長野県ですので隣同士ですよねなんかその当時もあの千代女の生き方俳句はですね読まれておりましたしあの評判になっておりましたから小林一茶の耳にもそれから文にも巡りやチャンスはあったのかもしれません。それででこの千代城のですね トンボ釣り、「今日はどこまで行ったやら」をですね小林一茶はこれからたくさんの方がですね長女の句をもじったりだとか一部借りてあの表現してるということがありますのでつ、えー、つらつら紹介しまん、まあ、小林一茶もですね「トンボ釣り今日はどこまで行ったことか行ったことか」 言っったたやらじゃない言ったことかっていうふうふにしてて、ね、使ってるんですね。まあそういうことであの自分のものともしてますけれども千代女の国あに感動して千代女の句を皆さんに知らしめるための一つでもあったかもしれません。またあのリトベイナゾウさんという方がおります1861年から1933年。 あの世界にあの、えー、世界にですね飛び出しまして国際的に活躍した方です。えー、ニトベイナゾ造はですね私は岩手県の盛岡に住んでおりますけれども森岡出身の方なんですそして「ニトベイナゾ造記念館」というのがございましてたくさんのニトベイナゾ造の足跡それから仕事をされたことを研究してですね あの発信しております、まあ、そういうこともあってえっ二戸部稲造さんがと思ってですね今回は嬉しく思いました。まあ、最初の農学博士だったり東京女子大学の学長もやられた方なんですが二戸部稲造がですね、えー、本を出された「武士道」という本がございますけれども武士道の中にですねこの千代女のトンボ釣り 今日はどこまで行ったやらっていう句をですね、紹介しているんです。そうどういう風に紹介しているかというと、日本人らしさとは何かの紹介のためにですね、千代女の句を作ってるんですね。日本人らしさとか、日本人の心とか、そういう意味ですね、千代女を紹介していると。もう、 すでにですね。ニトベイナゾうが武士とこう世界に発信しましたのですね。あの知ってる人は世界の中でもたくさん知ってるかもしれませんね。で今、あの俳句ブームでございますので、あの外国の方々がですね。日本の俳句、それから単価っていうことに興味を持ちまして。あの外国の方がですね。たくさん。 来日しておりましてあのその千代女のところとか場所だとか小林久だとかそういう方たちの生き方それから作品に触れてまた今見える今感じれる俳句をですねどんどん作っている時代でありますまたテレビでもですねプレパと私好きなんですけど、えー、なっちゃんがですねいろいろ添削するんですね 若い人たちの作品をすごくこう若い人たちにも俳句が届いておりまして日常生活の中をこう切り取ると七五で切り取るそういう感性をですね言葉の力言葉の表現であの自分の意思を伝えるっていうことをやっておりますのでああいい日本の文化が伝わってるなと思ってですね私もすごく喜んでおります。 またニトベ・イナゾウのほかにです、ね、鈴木大拙さんこれ禅の博士ですけれども宗教学者ですけれどもこの方も1870年に生,きられ生まれて1966年まで生きられた方で、えー、私はあの妙公認を今日は妙公認の話をしてますけれども麻原宰一さんのことを、えー、英訳してですね 世界に発信してくれたとそれから「禅の世界」を英訳して世界に発信してくれたとまた浄土真宗の親鸞聖人の「教梨心のを英訳して発信してくれたという方ではですね非常に鈴木大拙先生にはもう感謝をしておりますのでそういう意味で、えー、鈴木大拙さんがあの千葉女のですね句を また発信してくれてるんですね。それは、えー、朝顔につるべ取られてもらい水、これを発信してくれています。このクワですね、美の極地だということで非常にですね、散乱してあの褒めていただいてですねあの、えー、発信してくれています。すごいですね。 もうそうそうたる方がですね、治療所のクをですね発信してくれてるんですね。それから徳永保宗さんという方がおります。1863年から1957年まで生まれた方で詩人だったりいろんな方をした方ですけれども、この方はですね、えー、雲霞風月みなにうくと言ってですね。 雲も花も風も月も全部すべてこの大自然をですね苦にしている、えー、千代城をですね、あのー、褒めたたえておりますそして、あのー「月と花の歌人」で西行っていう人がいるんですけれども西行はですね1117年から1119年ということでありまして 千代女が生まれる、えー、約600年ぐらい前の方ですのですね。産業さんはもう天才だというふうに言われておりました。けれども、千代女は産業に匹敵するほどの廃人だというふうにですね。褒めていただいております。で、また産業はですね。産業のことを。 憧れて廃地になった方がいるんですそれは誰かというと松尾芭蕉なんですね産業がもうとても素晴らしい廃工を作られていたのでそれに影響されて松尾芭蕉も廃地になったということですねまた、えー、千代女もですねこの産業の国親しみ芭蕉の国親しみ自分の世界を そういうふうに見ていくととても、えー、素晴らしいなっていいなうに思いま,すまあ、えー、千代城はねどうしてこのようにですねあの国にの,のめり込んでいったかっていうと大体もうご紹介したので分かると思うんですけどまず夫と子どもとの別れから人生の悲哀ということであの俳句を読むようになったと。 花鳥風つきと共にですねあの生きる世界を読まれたとまあ読めば読むほどですね全ての人がですねここに心にしみいるような句を書かれたということですねそしてたくさん勉強しているわけでもないしどの先生に就いたわけでもありませんので独学なわけです。独学だからこそあるがまま 自分の文言自分の表現できることをてら、えー、なくえばることもなくひけらかすこともなく自然に読んだとそしてその背景には念仏者であった念仏の心が備わっているということですねそして念仏者ですので一生弔問し弔問、えー、して生かされそして念仏に喜び 自分の犯していく恥ずかしいこと罪を救っていくこと煩悩に煩わせていることに債券をしてですね仏様に放射の思いで生きられそれが苦になっているということでしたまたあの真っ当の方はですね本当にびっくりしたんですけど、えー、土徳というものは信州の風土が生んでいる土徳というものがあるそうなんですね。 そしてどういうことかなと思いましたならばその当時は毎日どこかで、えー、説教があったとそして、えー、夏の時期はですね農作業を一生懸命してるんですけれども冬になると仕事が一段落するのでその時にはもう弔問に精を出して皆さんが集まられたということなんですね。それで えー、その弔問した後に、えー、念仏の喜びをですね盆踊りだとか歌を歌うとかそういうことでここあの体で表現していたということがいっぱいありました。それで信州の方にはですねその土徳の話ですけど「下駄減らし盆踊り歌」っていうのがあるそうです。 どういうういことかっていうとか念仏の弔問したりとか念仏の推しを聞いたりするととても嬉しくなって踊ったり新人漢議で踊ったり歌ったり楽しみながら教えが身に染み込むような教科活動があったそれは盆踊りを借りた教科活動であった新人相続とかですね漢儀団ということが あったそうですそれで下駄すり減らし盆踊りというのがですね161句あったって言うんですねもうあの勉強もしてませんしあの字も読まない方がですねこの歌ったり踊ったりするあのあの念仏の歌ですねそれを口くちつ,つさみながらあのだんだんと身に染みて強化活動を をしていくとね、仏とは何かだとかですね仏様とは何かとかありがたいとは何かみたいなことをですねあの知っていくということがありましたいやーすごいなっていうふうに思いましたねもう今ではですねあのえちょうど新州のお寺でもですけども今からは保温庫がありますから年に1回の保温庫ということがありますけれどもあのお話を聞 来てください。一緒にお話ししませんかって言っても誰も来ません。ゼロって言った方が正直です。あのお寺は留守番してるというような感じですね。誰も訪ねてこないっていうことが今の現実なんですけど、聴聞ということ自体の聴聞自体がもう死語になってますもんね。聞くということ自体がもう死後になってますもんね。 とても残念なんですが、その当時、新州風土が織りなす土足というものがですね、こういう盆踊り歌、161あるというので、ぜひ私はですね、161を見せていただこうかなというふうに思っております。まあ、有名なのはですね、この盆踊り歌はですね、全国に広まりまして、 昭和30年ぐらいまでですね各地であの歌われていたと茶飲み出しの歌茶飲み話のあの茶飲み話の意味の歌っていうんですかねそういうふうなですねあの歌があったそうですまあ盛岡市にはですね三三踊りっていうのがありましてこれも念仏踊りが起源でございます今ですね全国的に三三踊りも有名になってですね あのみんな一生懸命踊ってくださってるんですが、まあ、お祭りとして踊ってるわけであって、新人相続、念仏相続念仏踊りということを極めて踊ってるわけではないので、ちょっと残念だなと思います。新州の教えを説く歌ということです。例えば茶飲み話の歌とか中9二0眼の意味の歌あの踊りとか他力。 紋とか気泡一体無情とは今とはっていうようなことがですね盆踊りしながらその歌詞の中にみんなにあの染みていくような教科活動があったというふうにあります。えー、下駄がすりり減るほどの踊りだというので私はこの下駄をですね現代的にスニーカーの,あの靴底がですね減るくらいの盆踊り。 というものがねあったらいいなというふうに思ったりをします。新人歓意油破歓意と言って一辺承認がですね踊り念仏しましたけれども本当に嬉しい時には身も心も踊るわけですからその身の心も踊るということをですねあのやってみたいな表現してみたいなというふうに思っております。それではですねあの道 えー、皆さんのところにも信州の届徳があるでしょうか訪、えー、ねてみたらいいかなとか思っております。それからですねまああの千代女のですね「母としてのまなざし」っていうものがとてもたくさんの,あの詩の中にあります。その中にですね「えー、破る子のなくて生じの寒さかな」。 破る子のののななくて障子の寒さかなっていうのがあります子供に「障子は破ってはだめだよ」ってお母さんが叱るんですけど叱れば叱るほど子供はこうやって穴を開けるこうパンチをして穴を開けるというようなですね親子のこうやり取りがですねここにこう映し出されてますね。ありましたね私も破られましたし。 私も破ったことがありますね次はですね杉の句は皆さんも知ってると思うんですけどもこれは千代女の句なんですよ生、えー、えばさてたてばあゆめの親心生えばたてたてばあゆめの親心 しし始めればですすねね、はい、って喜びますよ、ね、もう8ヶ月9ヶ月ぐらいになるともう必死になって入ってて入きますよねそしてもう親はですね勝手に「はいはいからもう立ってほしい」と机に手をかけてですねよろよろしながらもう立ち上がるとまた手をよあの叩いてですねあの親バカになってですね「あタッチしたタッチした」したって喜びますよね。 まあこういうことをですね千代女が読んだということですねこれは、えー、千代女の子も弥一が亡くなってその弥一を思いながらですね作った句なんだろうなというふうに思います。それでもう、えー、愛別陸と愛する者と別れるっていうこともですね四苦の中にあるわけですよね。 精老病死のお腹の死というものも無常というものもですねもうほ当とにですねそっからどのように暮らしたかっていうと弓道生活に入る文法生活に入る残された私はどのように来たらいいのかっていうところからですね弓道生活に入られました。そしてあの煩悩のまま 救われていく教え。これが念仏だということに目覚めましてですね。弔問しました。そして、あの、えー、亡くなってからあのお浄土に行くのではなくて、今ここで救われていくというところにですね。あの少女はですね。念仏のただ念仏のところに心惹かれました。それは臨終を待つことなく。平成。 今生活している琴河暮らしのまま往生、えー、が定まる行く場所が定まるという平成五条の教えを聞いてですねあの千代女はですね仏様の願いを信じそれから生かされる喜びそれから自分で作っていく罪深さの産業をし権放者に生き抜いたということが、えー、千代女の 一生でございますまあそうですね、まあ、それからですねあの千葉女のですねあの大自然の中を全て読んでおりますけれども、えー、この柳っていう木にですね目が止まったっていうこともすごいなというふうに思うのであのお伝えします。 花もなきみわふ身は降りやすき柳かな花もなきみわふりやすき柳かなこれは夫が亡くなって雨になったと女になったということは女性として生きているわけでもないので「えー、花もなき」は海とっていうことですね。身は降りやすきっていうのは えー、夫を亡くし独り身になったのですごくある意味で自由になったと自由になったからこそ一人で自分の人生を生きるために弔問する念仏にいしむということなんですねで自由ということを柳かなっていうふうにこれもあの柳はですね絶対折れませんからね なかなか折れないのであのこの花もなき見は,は降りやすき柳かなっていうものをですね天になった姿を読んでおりますそれから仏法としてあの柳を読んだものはですねあのこれも私は感動しました「結ぼうと解こうと風の柳かな」。 結ぼうと解こうと風の野団枝かな、やなぎの木を結んでもそれからそれから解こうと思ってももう自然にすべてを任せで風がですねあの解いてくれるということですねなかなか結びきれないんですよねしなやかですのでまあそういうことをすべてを任せということをですね。 結ぼうと解こうと風の柳柳だと仏様にお任せしている自然だあるがままだということをですねあの言っているのでこの柳もですねとても柳に目をつけたことも、えー、千代女のですね感性かなというふうに思っております。それから、えー、に、えー 甘さんになったっていうのはです、ね、もう35歳になったとも52歳の時に垂発したともいろいろ言われておりますけれども、えー、信州の教えを聞き続けて転ずられた海になることにあの転換したっていうことがやはり苦、えー、国も出てきてるんですね。 そしてあの先に述べました代表句の「朝顔に鶴瓶取られてもらい水」「朝顔に」だったんですね最初の頃は。それで二層になって提発してからは「朝顔や鶴瓶取られてもらい水」に直したんですね。その違いいはは朝顔につるべ取らられてもらい水は えー、水をですね組みに自分がどっかに行くと水をもらいに行く自力の心だっていうふうに書いてるんですね。で「朝顔や鶴瓶取られてもらい水っていうのは、えー、水をもらいに行くんではなくて水を汲ませていただくというふうにですねあの転換してるんですね。 まあそこが「二」と「矢」の違いですけれども「組みに行く自力」と「組ませていただく他力」というふうにですね同じ句を「ですね二」と「矢」にやってあの、えー、分けて書いていけるようになってきたということはですね信仰が深まったということなのかなというふうに思います。そしてまたあの自分がさっきのですね あのえー、2層になった時の転機ということでだったんですが低発した時のの瞬間の、えー、歌もあるんですね今まではあの髪をこう整える「言う」とかですねあの丸めるとかいろいろあったわけですけれども、えー、まあいろんな説がありますので50歳の説というふうに考えると。 あの二層になったのは五十歳という説で話しますと、低発語にこのように読んでいます。髪を言う手の暇開けてこたつかなっていうふうなあの句があります。もう髪を言うことはないこの手がですね髪を言うようなあの時間はもうなくなった。その分 こたつにあたって、えー、いようかなというふうなことなんでしょうかね。もう安心しきっているっていうことかもしれませんね。まあこれで生きていくっていうことなのかもしれませんね。余計なことに身を煩わせないで、もう神のこととか、えー、そういうことではなくて、文法一筋に生きようっていうふうなことを。 書いてるんですかね。まあ、そういうふうに思っていくとですね、えー、千葉女の決心、あのー、心がですね、どんどんとですね、信仰的に深まっていくなということを感じます。それで最後になりましたけれども、千葉女はですね、きちっとあのー、このための句、このための句っていうふうにですね、わかるようなことを残しておりますので。 あのお話ししたいと思います。地、え、獄、ー、城はですね、あの念仏未だ一仏ということで、あのー、生きてきました。その中で心をですね少しずつ変化させております。そして、えー、これはですね平等ということで書いている句があります。平等心に平等ということ。 清水には裏も表も中かりけりそうですよねお水にはですね裏も表もないんですどっちが表もないんですところが私自身には裏も表もあるんですねもう見せている私もあるけど見せられない自分もありますこういうことを読むとですねドキッとしますねそれからですね今度は安心ということ安心ということは あの,神の一年それから「仏頓放射ということで書かれた句があります。それはともかくも「風に任せて枯れば花」ともかくも「風に任せて枯れ尾花」すべてですね「風に任せて」っていうのは阿弥陀さんにお任せをしてっていうことですね。てててて阿弥陀さんにお任せしてっいいただいて で枯葉花はですね自分のことを言ってるんですね。もう偽装として生きていくということをの決心を書いています。それから血情心ということで書いているものがあります。本願を信じ任せ切るというふうにですね言い切ったところ決心したところはですねこういう句で言ってます。根は切れて極楽にあり枯葉花。 根は切れて極楽にあり寝よう枯れ根は切れてっていうのはですねもうしゃ生活の,あの因縁ですねつながりいろいろシャ,シャバ生活でもう本当に苦しい思いもしますしそのシャバ生活によって私の迷いが出てくる煩悩の書現が私の中にありますのでそれもですね仏様にお任せきって本願を信じ 本願を信じということは、えー、極楽にありということですので任せきるということですのでそして彼ば花は私ということですから私はもう本願を信じ任せきっているものですよとありがたいことですとっていうことを、えー、してるんですね。それから恩、えー、にてほうず。 保温ということをですね、保温感謝、これからあの温句がありますので、保温感謝の仏事が行われますけれども、千代女の空で申すとこういうことを言っています。たおられるる、人に香るや梅の花。たおられるる、人に香るや梅の花。これはですね、あの 梅の木がです、ね、誰かにこう折られると折られると悲しいです折ってほしくないんですけどもまあ折った人にですねもう折られるまんまに折,折られた梅の花の香りもそのまま持ってってもらう肌をオンにしてほうずるというふうにですね香りまで添えて折られる梅の花っていうことをですね「オンにてほうず」と。 肌を恩にしてうずると,いうことをですねまあこれは誰かではなくてね千葉女もねそういうことをしてきたというふうにあの反省も込めて三言も含めてですね仏様の大きなあのお心に感謝しているということですよね。そういうふうに言うとですねまあたくさんですねえー書いております。 今まで読みましたけれどもまた一つあの新しい,安心ということで「安心」ということで書かれているのもありますので読んでみましょう。えー「開く時木の実を結ぶ梅の花」「仏法を聞いた」「それから何々をしてじゃなくても木そ。 聞いたときがもう助かっているとでこれは、えー、梅の花が咲くときにもうすでに木の実梅の実はあの結ばらされているということを言っているんですね聞くときがもうそれこそ救われているんだということなんですねそれから放射はですねさっきも放射のところありましたけど、えー、サミダレや 刺激ない,いですねそれからもうこれはですね私もあの京都の先生のところに何度も通って弔問させていた時にあの聞いておりましたその時に「千代女の句だよ」って言われたんでしょうけれども句だけ覚えて句とあの作者が結びつかなかったんですけども改めてですねあ治千代女の句だったんだなと思います。 シオンということであの読まれております。これはあの仏様だったり、全知識だったり、上の人だったり、あの同業の人だったりということも含まれていると思います。お育てをしてくれた方にということだと思います。行くたびもお手間かかりし、菊の花。行くたびもお手間かかりし、菊の花。 ここういういいとをです、ね、あのが読まれているんですね本当にあのこの詩にあった時には私自身もあの背いたり逃げたり悲観したり苦しんだり、えー、手間をかけましたのでですねああ私のことだ私もそうだったっていうことで。 非常に共感した句でございます。そして使用上はですね。えー、神子暮らしだったということが、裁判年の話が残っています。神子というのはですね。あの、私たちは今このようなあの衣も着せてもらっています。けれども、親鸞聖人もあの？ 神、えー、子だったんですね紙で作られた衣だったっていうことであのシ,ションにの句もありますので読んでみます千代女は神子暮しだったというところから生まれた句です待ちくれもあけぼもなき神子かなっていう句ですね待ってもくれても、えー それこそ神子暮らしだったなということでしょうかね。それから、この神子にかぶりまして、区仏承認という方がいます。千代女が亡くなって百年経った、二十三代目の門主なんですけれども、もったいなや、祖師は神子の九十年というふうにですね。ここにも神子がついているんですね。 そうですよね。衣も簡単に手に入るような時代ではなかったので、えー、紙で作った衣であの身につけていたんだなというふうに思います。まあこういうふうにたくさんあのこう読ま読んできましたけれども、えー、千代女の句はいかがだったでしょうか。えー、子供を亡くし夫を亡くし、それから自分の生き方を通して。 句で自分の心を表現しそれから信州の教えに帰依し、えー、あの心の遍歴をですねついじ大自然の中からいただきながら読み継がれていったということですよね。でそういう心の中に句の中にですね少女の優しさ日本の心それから信仰で 生き切った力強さと優しさと喜びそういうものが、えー、含まれていたんだなあというふうに思います。それで、えー、最後にですねこれは、えー、とても有名な句で終わりたいと思います。散散るる時時時時がが浮浮かかぶぶななりりのの花花 これは千葉女の句でございます。こう読んでいきますと、えー、千葉女の一生はですね、あの春の花に向かってですね、生き切ったんだなというふうに思います。こうしたくさんの句があるので、あのわずかしか紹介できませんでしたけれども、一つ一つがですね、あの根源在説法になっていると、お釈迦様の教えも根源在説法ですけれども。 に香川の千代女も根源在説法私に説法してくださる方だというふうにあの今回は取らせていただきました。えー、本当にさっきもあのお寺にいても奔放会がありますよって言っても参加者がいないでさびさびだよっていうふうに、えー、話しましたけれどもこれが現実ですけれどもこのようにこの場を借りてですねあの YouTube っていうんですか、文明の利器であの発信する、提供するこ,こういう方の場もあるということをですね、えー、大事にしていきたいと思います。この講演でですね、あの真珠に出会ったり、念仏に出会ったり生き方を考えるっていうきっかけになるということもあると思います、えー。また最後にもう一度読ませて終わります。散る時が 浮かぶ時なり、蓮の花。ありがとうございます。妙高人、加賀の治療所のお話をさせていただきました。ありがとうございます。南万大仏、南万大仏、南万大仏。